子供の日の逆転劇が冷めやらずの中、今日も逆転勝ち。抑えのライデルの記念の100セーブ。巨人2連勝、やった。今日は8回の福永の逆転ヒット。ドラフト7位でギリギリ取った選手、よう、やってくれてますよ。ほんと、新人王も手が届きそうですね。今年、ドラゴンズの成績は、ここまで、あまり良くないけど、オールドルーキーや現役ドラフトで取った選手、若手も出てきて、将来が、楽しみ、来年、いや、今年、優勝狙っていきたいな。